大垣市の中心部を流れる水門川。そのほとりに一軒の店が建っています。マス工房マス屋。2005年にオープンした日本酒を飲む時などに使うマスの専門店です。店内は実にユニークな商品であふれています。例えば戦国武将が酒を飲む杯をイメージして作られたというおちょこ、三角錐の形をしたマスという新たな発想が受け、2011年度のグッドデザイン賞を受賞しました。そしてこちらはマスソルトという商品。マスごとお湯に沈めるとハーブを使った塩が溶け出し、マスのヒノキとともに香りが漂います。そこにはメッセージが刻まれていて、プレゼントとして人気を集めています。さらに2013年には高級ファッションブランドポール・スミスのニューヨーク店がこのカラフルなマスなどの販売を開始。今世界で斬新なマスの数々が注目されています。店の隣にそんな商品を作るメーカーがあります。大橋良器。1950年の創業時から伝統的なマスを作り続けてきました。明治時代からマス作りが始まった大垣市。実は全国の生産量のおよそ8割のシェアを誇る一大産地なのです。そうした中、新たな商品の開発に乗り出したのが3代目の社長、大橋弘幸さんです。大橋さんが私たちにあるものを見せてくれました。椅子を、3サイズ作ったものなんですけれども、海外のデザイナーとからの提案でこう作ったものなんですけれども、一応このマスのこう、良さがここに出てるんですが、技術的にかなり難しくて、やっぱ大きさ的にも当社の生産のラインからするとかなり困難な製品となりましたんで、実は製品化するというよりもこれは断念した。他にもこれまでに30個ほど製品化に至らなかったものがあるといいます。守りの姿勢だけだとこう世の中にこう、あ、なるほどということっていうのはなかなか打ち出しにくいので、自分の中もしくは会社の中の規制概念は、何か作るときには一旦外して、まずは作ってみるとか、まずはトライしてみる。大学卒業後、大手コンピューター会社の営業マンとして6年間勤めた大橋さん。しかし結婚を機に先代の父親から家業を継ぐように言われ、1993年に地元大垣に戻ってきました。今までこう派手な世界にいた自分とこう今こうなんていうのね、地味といいますか、こうローテクなものをやってるというなんかその対比にちょっと自分自身があまりいい感情を抱かなかったっていうのが実はありましてですね、最初はやっぱり危機感ですよね。自分で腹くくって家業であるこのマス作りっていうのを始めて、それが好調であればいいんですけれども、実は放っておけばどんどんこう衰退していくような傾向にあるということを感じたので、せっかくこのもうこうマスをやるとか覚悟したんであれば、この危機感をどうやって脱するかっていうことで、そこでちょっとスイッチが入りまして、そんな大橋さんがどのようにしてヒット商品を連発するに至ったのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。お客さんからこう特殊な形のものをやってくれっていうのをそれまでは断ってたのを、やっぱり何かの次につながるものがあるかもしれないということでノーと言わないで受けてきた。そうするとですね、当社でもなんか普通の四角いマスではないものが何とかできるような、そんな土壌ができてきたんですね。で、それがきっかけになって、新しいものへの挑戦っていうのが始まっていくわけですけれども、
展示会なんかにこう当社としてもマスをこうプレゼンテーションするときにですね、バスソルトであったりとかステーショナリーであったりとか、今までにないものが結構そのお客さんに受けるわけですよね。これやってもっていうんじゃなくて、やっぱり、なんとか今を出したい、だからこれに挑戦するんだ、チャレンジと行動といいますか、そこが決定的に、まあ、今にして思えば必要だった部分だと思います。この日大橋良機の社内である打ち合わせが行われていました。マスを次々に積み上げていきます。一体何をやっているのか。マス祭りというところで、このマスで、なんか楽しんでもらう、そんなゲームをしたいということで、ある時間内に何個積み上げられるかっていうのをこう競って、まあ、それを、まあ、今年はギネスに挑戦なんて言いながら、大橋さんが提案して3年前から年に一度マスを前面に押し出した祭りを大垣市で開いているのです。せっかく、まあ、地元の産業ですから、これをみんなで、触れ合ってもらえる機会を作りたいですし、その機会にマスをこうやって面白いとか楽しいとかかっこいいとかっていうふうに思ってもらいたい。そしてこの2月にはドイツフランクフルトで行われた展示会に商品を出展。今後も世界中にどんどん展開していきたいと言います。海外の人がもしこのマスをですね、認めてくれて、その生活の中で使っていただければ、このマスの可能性っていうのがずっと広がると思うんですね。今まで日本固有のもの、これからはその世界でもこう日本の良いものとして使ってもらうっていうことが、このマスのかっこよさを上げたりとかですね、生きさを上げたりとかすると思うので、そういう意味ではやっぱり海外の人に、もっともっとその知ってもらいたいし使ってもらいたいと、そんな思いで、出ていってます。大垣市は全国の生産量の8割を誇るマスの一大産地です。本来お米の分量を測る器として用いられたマスは、計量カップや数値で分かる重量計に役割を譲りました。その後日本酒を入れて飲む器として使われてきましたが、酒の消費が減る中でお正月や節分用のニーズはあるものの、使われる機会が減少してしまったのです。ご覧いただいた大橋社長は、現状を目の前にして危機感に駆られ、それまでは断っていた形や用途の違う新商品に活路を見出して、数々の話題の商品を生み出しました。厳しい環境の変化に立ち向かい、自社の強みをもとに柔軟な発想と突き抜けるアイデアで新商品を開発し続けたことが、成功への分岐点になったと言えるでしょう。